テオドール・ハンバーグテオドール・ハンバーグは、真で活動したスウェーデンの宣教師。初期の太平天国についての記録を残したことと、発火後研究の基礎を築いたことで知られる。中国名は、関山名、または関山文。なお、ハンバーグは、英語読みであり、スウェーデン語ではハンベリもしくはハンベルイ、ハンベルイとなる。ストックホルムの船長の息子として生まれ、商人として働いた。 1844年、仕事を辞めて、バーゼル副委員会に入会し、2年間スイスの神学校で学んだ。1846年、清市への伝道に派遣され、翌年3月19日に、関東省に到着し、布教活動を開始した。特に彼は、発火人への布教活動を行い、彼が打ち取った発火後は、後にマッキーバーが 発火後時点を制作する際の基礎となった。1852年、ハンバーグは、香港で、港州繕の続定の港人士とあった。港人士は、太平天国との交流に失敗して、香港に逃れていたのである。港人士は、太平天国に関する情報をハンバーグに提供し、ハンバーグはその情報をもとに、ザビジョンズオブハング f Hung S.I.U. ちゃン &Origin of the g u シーンサレクションを表した。これはヨーロッパの言語で書かれた最初の太平天国に関する書物で、現在でも初期の公修禅を知る上で重要な文献である。ありがとうございます。